ヤガミハヤテ、ゲームマスターへの道。ヤガミンのゲームマスターへの道とは、ヤガミンのゲームマスターへの道は、ゲームマスターと名乗るにはまだ早いと感じたヤガミンことヤガミハヤテが、まだ見ぬゲームのエンディングを100個集めるまで終われないゲーム修行の道である。この企画は次のステップに進展するためには100種類のゲームのエンディングを視聴者に届けなければならないチャレンジ企画である。挑戦タイトル40本目、謎の村雨城。メーカー任天堂、発売日1986年4月14日、ハードファミリーコンピューター、ディスクシステム。和風の世界を舞台とした作品で、本作の約2ヶ月前に同じく任天堂から発売されたゼルダの伝説と同様の正面見下ろし型の画面構成と画面切り替えスクロールのシステムが用いられている。ただしこちらは純然たるアクションゲームで、ゼルダの伝説のような謎解き要素は存在しない。城内に祀られていた巨大な石像村雨に謎の生命体が宿り、幕府は村雨の調査のため城の憲法指南役の剣士高丸を呼び寄せる。高丸は幕府からの密命を受け、忍び軍がはびこる城下へと向かい謎の調査を開始するというストーリー。全5ステージを踏破してエンディングを拝み、村雨城の謎を解き明かすのが目的なのだが、実況したいと思っていましたができなかったあのタイトルがようやく来てくれました。謎の村雨城でございます。というわけでございまして、名前登録からこれでいやオッケー、ヤガミ T になってない？ヤガミ、ヤミチ、ヤミチ、ヤミチね、ローディングの時間ね、みんなも言いましょう、ヤミチね。というわけでね、はーい、これね、ずっとやりたかったんですよね。触ったことないんですよ、謎の村雨城で。恥ずかしながら青雨城、ほうえほう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 、待って、これは何？そう、音楽だけは知っててね。で、これはこれだけか。だから隠れられる術が使える。あ、これ左行けないのか、右行けないのか、左か。ほう、んで、え、なんかあいつ攻撃できねえんだ。攻撃当たらねえくせに、あ、なに、接近戦になる、近いと。おお、すげえんだ。あー、こうやって術を使って抜けてっちゃえばいいのね。だから巻物とかも稼いではいきたいが、あの、時間があるから。これは、あ、もう術使えない。これ落ちちゃうの？あ、泳げる。でも移動速度が遅くなるんだ。マップ分かってるかっていうの。おお、跳ね返せんのかよ、すげえな。これマップ分かってるかも結構重要だな。もちろんマップなんて、あ、書く？おお、すげえ。マップなんて分かってるわけねえから、まあ、でも巻物が MP の代わりになるのであれば、集めておきたいは集めておきてえよな。これ隠し通路とかあったりするの？ないんだ。で、よいしょ。新しい術を使うには新しい術を手に入れなきゃいけないのかな。で、矢印の下があったから、こっちが正解のつもりで歩いてみるか。おわ、なるほど、強いね。強いが、角があるから斜めのところから入る。あ、やべ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 、力1になっちゃった。力って体力か。ちょっと待てよ。だから、おい、うまく向きを見ていきながら、あー、全回復、助かる。中ボスがいたってことは、こっちがマップでいいんだろう、多分だけど。さて、制限時間がな、よいしょ。おっと、時間を気にしなきゃいけないんだけど、何が正解で何が間違いかっていう判定も、爆弾か、できねえから。あー、上か、上の方が行きづらいルートで。あ、出てくれた。いや、やべ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 、爆発するのよ。あー、もったいな。いる場所に来るから、あぶね、いる場所にいることを加味しながら対応していけばいいんじゃなかろうか。だ、こうして、こうして、オッケー。うわぁ、あいつも当たり前のように嫌がる。で、え、待って待って、攻撃激しくない？
初見でちゃんと当たってないの偉ない。とりあえず雑魚敵をまず粉砕して、で隙を横斜めの対応で作っていって、危ない、あー危ない、あー、ただそうなっちゃうともう、あ、あー、どっから、これはスタート位置と、あら、あ、終わった。あ、どんどんこうやって近づいていけばいいのか。あー、でこれはボーナスか、陰謀、あ、終わりんで城が2個目になるのかい。あー、ドアに入ってって、あ、城の中か、城の外辺と中辺を繰り返していくのか。あ、火の魔法が使えるようになりましたよ、あいつ。あー、なるほどね、剣を上に振らせた瞬間に振ればいいのか。まあ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 、上に進んでみますか。あ、姫おったよ、姫がおって、あれは必要なタスクだったっていう認識でいいのかな。で、いつまにかワープしてんな、どれかがワープだったんだろう、陰狼かなんかが。んで、まあとりあえずマップをな、あー、こいつあれか、両方倒さなきゃいけないか。んで、ほー、やべ、早すぎだろ動き。でも上に逃げたから危ない、はい。で、ちょっと待てよ、あ、これずっと左右から湧いてるから気にしてもしょうがない。んで、すぐ倒して、おー、ゲームの楽しみ方が分かってきたぞ、こういう感じで戦っていけばいいんだな。いやいや、マジか、結構早く反応したつもりだったんだけどな。んで、姫また探して見つけて、でもこっちが目的地じゃなかったのか、いや違う、姫がいたっていう意味では目的地なのか。まあ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 、もうどん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 ステージを攻略していくほかねえな。よいしょ、あー、むずい、早い、敵の動きが、敵の動きが早いのよ。さて、術が欲しいから、術を持ってるあのよくわかんねえちっちゃいやつ倒したいんだけどな。よし、わあ、マップがわからないまま闇雲に残機を失ってくな。新しい道っぽいな、新しい道っぽいぞ。だからここ、よし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 、あー、行った、あ、やべ、やばい、もうまた残機が、あー、嘘、跳ね返せないのか、炎の巻きもなくなっちゃったな。一体なの助かるけど、よし、でボスかな、おお、爆発すんのけ、爆、あ、やべ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 、こっちの無敵時間無視かよ。だから、わあ、マジか、さりげなく一発、正面からしかダメだ、4発、あ、死ぬんじゃね、危ねえ、爆発するまで長い距離の取り方をして、いやいや、この周期だと、だからこうして当たってねえよ、あ、危ねえ、だからここら辺で撃たせて、オッケーオッケーオッケー、あー、やり方は間違ってない、ラスト1機、よしよしよし、でも倒し方としては見つけてないわけではない、だ、左右に打たせて最後に中心が余るように、おおお、ほう、弾で、これで一面クリアってこと。あ、赤サメ城だ、あ、青サメ城、赤サメ城って進んでいって最後村サメ城に到着すればいいのか。ってことは、まずは地図が分かってねえと、地図が分かってねえとっつっても地図なんかねえんだけど、もう闇雲にいろいろと移動していきながら、まずは城の入り口を見つけなきゃいけないのか。お、天狗、弱天狗、看板があってくれるだけ助かるな。
なるほど。おおすげえ。こういうのも手に入ったりするわけだ。あーやばいやばいやばい、自爆兵天狗か。あ、プレゼントが入ったが、何が何だか全く分かってねえけど。で、近づいたら爆発するんだろ。あべ、これコンティニューかどっちかだよな。あ、ラッキー。あ、スピード上がるんじゃない。あーいいねー、スピード上がるの。アイスチャブシャーリオ強っ。あの憎き中ボスが一瞬で消せるようになった。ありがたいねー。ただ問題はコンティニューしたら二度と再現できねえよ。どこにあったのか全然覚えてない。バラーやべー。せめて城までたどり着いた状態でセーブみたいな感じにしてコンティニューができたら俺は幸せ。やったなー。さて、そうだよね、最初に戻るよね。いやー全部なくなっちゃったな。まあ炎があるぐらい。あー待って待って、あのもう光ってるやつ近寄れねえよ。怖くて近寄れねえよ。だって爆発しちゃうんだもんね。いやー巻物250ぐらいあった。当たり前の運用ずっとしてたからな。急にこの何きつい状態に戻るのしんどいな。まあ闇雲にちゃんと振って宝箱探すっていうのは大事ってことだね。宝箱でここ、おーっとパルテナの弓矢みたいな。いって、嘘食らった今。いや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 、コンティニューがむずい。このゲームしんどい。まずは丸々と見てもらったが、矢神が言う通り、いわば謎の村雨城はマッピングゲームとも言える。アイテムの出現については巻物以外は決まっているため、どこに何があるかをしっかりと整理して戦う必要があるわけだ。しかしながら攻略サイトを使わずにプレイしている矢神は体感で覚えていくほかないわけで。はあ、よし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 、新しいとこ来たぞ。いやマジ水中の移動速度遅い時に自爆兵はダメだって。あー陸地からじゃないといけないので、やべえ、インドワンアップアイテムじゃねえんだな。さっきの挙動を見る限り、おきょ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 、もう抜けよ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 。やべえ、そこに出るなよ。あっちが正解っぽい。一回爆発させて接近戦で刀で倒す。左側の爆弾の方が正解だと思うので。あやべえ、近寄りすぎた。さて上、うん下か。やべ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 、うわやべ。え待って、右左に行けると思ってきてたんだけど。あでもここから一回経由してのはわかる。だからバッて抜けて、いやー何何何、デレデレデデー言うたけど、稲妻魔法みたいなこと、術みたいなこと。こう、おお強っ。え強すぎね。何回打てんのこれ。それにもよるよな。んで炎に変えて、あいやこれ大事にしたいけどな。大事に、うわー大事に全くできてね。だってなくなっちゃうよね。あなるほど、こんな感じか。だから3回使ったらなくなるのか。あーなるほどね、ちょっとルールが分かってきたわ。だからちょっとそれとかも合わせながらの進行だね。あーパワーアップロするともうクリアできる気がしねえ。もはやあまりの死に戻りが発生し、無言でプレイするヤガミ。どちらが正解かもわからない中、明らかに突破力だけで言えば上達が見えるが、道を進んだ先に何が待つのか。あ、何何、サンダ、あ、お、お、終わったわ。あーこれ、終わりかよ。さあ、城だ。地図がわからんことには本当にずっと苦戦し続けるしかないんだよね、正味。でもわかったのは、アイテムが少ないフロアの方が少ない。
あーなんだあいつ。だからそれも加味しながらどっかになんかあんだろうなーのノリで進行していくべき。あーさすがに無理か。ま、はい。あーまたあいつ倒さなきゃいけないでしょ。おーアイテム2個ある。あー回復だ、助かる。んでまあ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 もうめんどくせえ。んでこの弓矢はなんか未だに意味わかんねえんだよな。上にいるってことか。んで、はい。でもこれ姫ってことかな、この上。はい。さあ、雷がなくなっちまったが、一騎打ちだったら。あー、マジか、相打ちかよ。相打ちリナ。はい。はい。んで、うわらば姫じゃないのもいるのか。探索厳しいなあ。何しかもあいつあの顔ついてきてんじゃん、邪魔くせえ。倒せんの。いや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 強っ。いやいやいや強っ。無敵か。あー14発さて。いやーこれも探索を頑張るしかないない雰囲気だな。よいしょ。あらっきー回復。諦めの空気からいって巻物自体はあるからできればだけど、あれよな、強い近寄らないでほしい、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 近寄らないでほしい。もうそうなったら、あでも待って、あいつがいるってことはまた姫ってことか。よいしょ。わあ。よし。んで、あボスだ。マジかよ。透明になっちゃうし。いや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 。巻物補充タイムじゃないんだよ。でもこのブーメランみたいなやつのおかげで爆弾打ち返せるぞ。おっ。あー2面クリアできた。なるほどね。さあというわけで次は青赤ときて、緑サメ城緑っすか。さてさてまた、おー雪か。 いきなりお前いるのまずいだろ。いきなりお前いるの反則だぜ。あのね、稲妻があればあれなんですよ、あの1回撃ったら宝箱どこにあるか全部わかるから、それを利用して宝箱の位置を若干覚えてくっていう戦術が一番今のところしっくりきてるんですよ個人的には。そう宝箱がねどこにあるかが、あば、いやーまたなー、マチ苦戦しそうだなー。あーむずい。なんだあの上飛んでるやつ。ムササビ兵みたいな。何撮ったかも見えてねえや。だちょっと待てよ。あぶね。もう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 、ムシ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 。うい。で、ここ初めて来るとこまで来てるけど、もうマジで闇雲に動き回るしか。うわらわ、あぶね。だーあと一機、あと一機。こっちのルートよくねえな、しんどい。いや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 、しんどい。あー待ってください、助けてください。いやーこのルートダメだ。ステージ運びが全てを握りそうな謎の村雨城、ゼルダも別枠ではあるがクリアをしている矢神、果たして同じディスクシステムから生まれた謎の村雨城クリアできるのか。次回に続く。知らないゲームだったのでググったらおにゃんこクラブが出てきたんですが、これは一体なんだ、なんかドラマなんかやったのか。次回に続く。